4番目のステップは、鉄器時代、道具に鉄を使うようになった時代で、基本的に現代まで鉄器時代ということが言えます。この鉄器時代になりますと、鉄が潤沢にこう存在するあの資源でありますので、道具の中の刃物は完全に金属で作るという,ふうな社会情勢になります。 これによって従来の都市国家というものが大変力を,、えー、を強めることになり、えー、都市国家同士のの競合、淘、え、汰、ーまあ、といいうものが起こってまいりまりす。強い都市国家が小さな都市国家を飲み込んでいくというようなことが起こりこの結果広大な領土を持つ帝国というものが生まれます。 これがまあ現代の社会に直接的に結びつくイベントと考えてもいいと思います。